行一直線犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室皆さんこんにちはワンちゃんコミュニケーション教室の始まりですナビゲーターはワンちゃんと飼い主さん双方の思いを尊重したフェアトレーニングをモットーとするディンゴの認定マスターインストラクタートレーナー末川義一とディンゴ認定インストラクターの名護です よろしくお願いいたしますこの番組はご愛犬との暮らしを楽しむためのアイデアをお伝えする番組になります私たちが所属するリンゴでは支配・服従の関係ではなくパートナーとしての関係を築けるよう様々な情報を科学的根拠に基づいてお伝えしております ええ。FM こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。ええー、十一月に入って。はい。日が落ちるの早くなりましたね。<laughs> 早くなりましたね。ねもうええー、と。 これ五時半まあまあ暗いですよね暗いっていうかあの薄暗くなってますよね,ね暗くはないかど、ね、暗,暗くはないんだけどね、うん、はいで、えー、朝もね、はい、だんだん日が、えー、明けるのが遅くなってくるっていうのかな、うん、あの私、えー、仕事で数ヶ月の間にあちこちうろうろするじゃないですか北は岩手県 南は沖縄県はね朝の日の出とる時間までだいぶ違ううんじゃなないかだから例えば沖縄に岩手から沖縄に入って冬場なんか朝油断しちゃうのねもう6時ぐらいでも暗いでしょ。そうとくと「あまだ真っ暗じゃん」なんて思ってると「ああもう6時だ」みたいな。 こう逆もそう、えっ、ー、と、例えば夏場なんかは、はい、岩手県だと四時半ぐらいから、まあ、明るいから。あのホテルなんか泊まってて。はいはい、あれ外明るい、俺何時まで寝てるんだみ<ー>たいなるほど。さ <laughs> 急にね、えっ、ー、と、やっぱり時,時差じゃないんだけど、あの、なんて、日の出さ。日の出さでびっくりしたりします。いや、まあ、気温とかもあるでしょうけどね。ね気温もね、気温もねや,やっぱり、沖縄は夏場。 ていうか夏長いしただあの一日の寒暖差が少ないからそ,こはあそうかもしれないですね楽なのかも分かんないな盛岡なんて気温差すごいんじゃないですか10度じゃ効かないもんね,ねもう風邪ひいちゃいそう <laughs>、うん、そ氷点下から、ね、20度までいかないんだろうけど十何度までねぐんグーンと上がったりしますしねはい、はい、なかなかそうえっ、ー、と 全然犬の話じゃない話でスタートしたんだけど。<laughs> 今月のね、はいえー、今月、今月か。えー、末。はいはい。今月末ですね。はい、今月末、盛岡でね。ええー、と、りんごの。飲み会をやります。<laughs> <laughs> こんなん言っていいのかな、かれ <laughs> 勉強会ですよね勉 <laughs> <laughs>。勉強会をやるんです。さあ <laughs>、それでね、沖縄からもね、四人ぐらい来てくれて。<laughs> はい。 勉強しにね。はい、勉強しに行きます。おお、楽しみ。みんな熱心なんでね。何に熱心なんです。かなんだかで面白いね。いやいや、もう楽しみですね。はい。大事なことです、こういうのね。そうですね。やっぱ最近あのこの前テレビでまたテレビネタ、ラジオでテレビネタ多すぎるよね。テレビで言ってたけど、やっぱり。 あのいや若いコメンテーターが言ってたんだけど、はい、その昔あったノミニケーションみたいなのが大事だよね会社ってって話しててその意思疎通ができない例えばメールなり何なりでペロペロってこう指示が来ても意図がこう分かんないし加減が。 えっと、例えばいつも一緒にそういう飲み食いしてる人だとどの程度の加減なのかが分かるんだけど、うん、全然分からない人からの分からない指示っていうのはどこまで、えっと、突っ込んでいいのか<ー>突っ込んじゃいけないのかっていうのを加減が分からないみたいでなって,て、うん、ああ確かにそうだなと思って、うん、そういう関係性ってやっぱり大事だよねと犬の話に持ち込む <laughs> 関係性 <laughs>、はい、とっても大事ですよね。 そうでえっと、前回ねしつけっていう、えー、言葉について、はい、なんかおどろおどろしいからもうちょっとスマートな表現ないかな、うん、そしてそのしつけっていうのは体罰 OK じゃないよねっていう話をしてたんですけれど今回は褒めるとか叱るっていう部分ね、はいうん、この言葉どうなんだろうと。うんうん、よく褒めるしつけなんて <laughs> よくわからない <laughs> しつけか <laughs> はい、はい、しつけってなんかガミガミ怒られるじゃないの <laughs> <laughs>、うん、でも褒めるの何どういうことみたいなね,なるほどねよくわからない言葉になっちゃう、はいうん、多分意図としてはえっ、ー、と褒めてルールを伝えていきましょうっていうことだと思うんだよねでも褒めるって、えー、難しい。 うんえー、部分もいっぱいあって、はい、これもテレビでたまったけど <laughs> この前、えっと、NHK で若者が、うん、あ褒めいくっていう話<ー>褒めいくで、はいえっと、若者の中には褒められるのがやっぱり苦手だって子がいると。ん多分これ若者だけじゃないよね全世代そう思ってるんだと思うんだけど。 要は、えー、と自分だけ目立ちたくないとかうそうコントロールしようとしているおだてているそういうなんでんか、えー、褒められるのはちょっとなんか苦手ですうん、うん、みたいな話してて、はい、これを犬に落とし込むと多分そういうなんていうのかなネガティブな感情を、はい。 に犬が思ってしまう時の褒めるって嫌なことと抱き合わせた時だよね爪切りをする前に「はいい子だいい子だ」いい子だって言いながら爪切ってると、うん、いい子だって「いい子」っていう単語の意味は犬には分からないわけだから「はい,はい、いい子」っていう言葉の後に何をされたかでいい子の価値が変わってくるわけだから。うん、関連づいちゃいますからね。はい、そうだから、えーと 例えば動物病院が苦手な子にいい子だね動物病院行かねーなんて猫なで声で犬に言ったってうん、うん、あもうこういうこと言うとき絶対ろくなことにならないって犬は分かるんですね <laughs> 犬だけじゃないよね人間だってそうだよねんなんか企んでるなみたいなねそうだからえっと何でも褒めればいいわけではないよねそしてねえっといろいろ 私の中で前からその褒めるってちょっと緩い表現だよねってあちこちで言ってるものを自分なりにまとめると、うん、やっぱりその、えー、と認めるっていう部分、はい、例えば犬に対してだったら「うん、お座り」って言ったら、えー、お座りができた、はい、それに対しては「わすごいね」っていう意味で「そう」って言ってあげる、うん、ちゃんと「えー、と正解そういうことだよね」っていう、はい、フィードバックをしてあげるっていうこれも多分。 え褒めるに入ると思うんですね。うん、でそこでいい子だわあって拍手しながら大喜びしておやつをまき散らかす。<laughs> そんな必要はない。<laughs> もっと冷静に。うん、それそれ正解だよね。さあ <laughs> 犬は引く引いてる犬たまにいるい <laughs> 何。何何何。犬さんが <laughs> 騒ぎすぎて <laughs> ね。飼いは嬉しいんだろうけどね。うん、そ,それが一つともう一つがそのなんていうのかな。 まだ本人が気づいてない正解を知らしてあげる、はい、クリッカーで私たちリンゴがやってるのはそこだよね、はい、そうあのお座りしてからカチッってクリック鳴らしてそれ正解って言うんじゃなくて、うん、お座りしようかなと思ったところそうなんだって伝えてあげられるようにするってことね、はい、これは多分えっ、ー、と見たまんましか判断できない行動学っていう範囲内ではなかなか難しいうんうん だから、えー、と武道っていうですね。はい、ただもう科学がね脳みそ見えるようになってきてるんでん結構それも証明されてて、はいえー、例えばあの何回か前にもお話したけど MRI だっけ、はい、MR だっけなんか、えー、と犬が入れるように<ー>犬の脳みそが見れるようにね。 そういう医療器具、医療、なん、なんていうんだろうね、あれね。<laughs> うん、そういう、うん、で電磁なんとかかけとか。<laughs> 分かった <laughs> あのね、脳みその中輪切りにしてみたり、はいはい、どこが動いてるか。うんうん、ええー、見たりする、うんうん、そういう機会に、ね、犬も入れるようになってきたんです。うんうん、当然トレーニングしてたけどね。そうですよねそ、うん。そうなってくると、見たまんまじゃなくて、頭の中が。だんだん分かってきた。はい、うん。そこが大事なんですよね。 ね、犬が何かやってる時って次のこと考えてますからね,、うん、ねだからなかなかそんなにどんくさい犬っていなくて <laughs> うん、うん、お座りしてたら「お座りのあと何するんだろうご褒美なんだろう?」とかって思ってるところで「そう、ね」そうって言われたって「何がそうなの <laughs> ご褒美がそうなの?」みたいなうん、うんね、なかなか話が通じない。 ななかなかだからそのえと頭の中要はコミュニケーションを取りながらルールって伝えていかないとえ難しいっていうことですよね。いうことですよね。だから褒めるっていうのはそういうなんかえ3つあって私の中ではね3つあって1つはそのえ嫌なことの前触れになっちゃうことがあるよ、うん。はい <laughs> 1で一つは、えー、と認めてあげるフィードバック、うん、それ正解、はいはい、で、えー、ともう1つが、えー、とまだ本人が気づいてない、うんうん、それが正解、はい、っていう教えてあげるっていう部分ねうんこの3つを、えー、と多分総称して褒めるって言ってるんだけどうんそれをごっちゃに言うから分かんなくなるからバ、はい、ラバラに言っていかないときっと分かんないよねと思うんですよね。ははい、はい さあみんな置いてけぼりにししてしまいました。してて、<laughs> 褒めるも奥が深いということですね。その一言とかね, <laughs> ね、なんかありますか？も<う>褒めるに関して。<laughs> <laughs> ものすごい玉が <laughs> ものすごい弾が飛んでいました。<笑><笑>もう燃え尽きちゃって。<laughs> ね褒めるでもよく聞きますよね褒めるしつけ。ととにかく褒めましょうとか。うんうん ねあの言いますけど、うん、まあこれがかちょっと関係ある話かどうかと怪しいですけど、うんはい、例えばまあ褒めるまあ、褒めるっていう言い方が正しいのかなな、うんだろうなうん正解を伝えるっていう言い方の方がいいのかな例えばまあワンちゃんがうん,なんて言ってんですかね、まあ 例えば人によく飛びついちゃう人が大好きでワンちゃんがいたとしてじゃあそのワンちゃんを褒めてしつけようってなった時にさあさてどうしようってさてどうしようってなっちゃうじゃないですか、はいはい、だから一概に褒めるだけのしつけっていう言い方もどうかなって思うんですけど、うん、褒めるだけって結構難しい部分があって。はい、そうですね、うんうんで えと褒めていない時は叱るになる、ね、そう全部間違いなのか、ね、じゃあっていうそういうそういう許さがあるんだよねうんなんかちゃんと理解して言ってるっていうぐらいの気持ちになってしまう。う多分そのね、もちろん褒めて伸ばすっていうのはいいと思うんですけど正しいよつる合ってるよっていうのを伝えてあげるのってとっても大事だと思うんですけど、うんうん、やっぱりその。 例えば飛びつくっていうことに対して飼い主さんがそれは良くないなって、まあ、うんまあ気にしないご家庭だったら <laughs> それはそれでいいのかもしれないんですけど例えば来客全員に飛びつくようなことがあったら万が一ねあの,あのですかお年寄りであったりとかちっちゃい子だったりとかっていう場合は、まあ、危険なこともありますよね。なので、まあ、飛びつくことに対して うんそれはちょっとやめた方がいいよ違うよっていう時にじゃあそう、うん、どうするっていうコントラストがつかないんだよね「褒めるしつけ」っていうのはう正解なのか不正解なのかのコントラストがつかない、はい、ただねやっぱりね褒めるの最大の長所は、はい、周りも嫌な気はしないんだよね、はい、そうなんですよね本当に <laughs> あに叱るは最悪だよねうんまあそうなんだけどそんなにガミガミ言うっていう えー、あの、私がほら、飛行機乗ってるでしょ飛行機って運転してるんじゃないよ。<laughs> <laughs> しょっちゅう、あちゅう。違うんですか。<集中> <laughs> しょっちゅう、しっちゅうと、ほら、エコノミークラス。<laughs> エコノミーなんで <laughs> あの、乗ってると、あの、子供たちが、今回も、こう、大騒ぎうん、うん。あの、コロナがね、だいぶね、落ち着いたのかな。うん。あの、いっぱい乗ってて、もう、ぎゃあ、とか、わあ、とか、っていう。う大騒ぎ状態ではい、はい。やっぱり。 まあ、ガミガミ、えー、怒ってるお母さんがいて、うんはい、ほったらかしも困るんだけど、うん、そんなに怒んないでも <laughs> 正解を教えてあげてよって思うんだけどそこなんですよね,うね、うん、だから偏りりすぎるとやっぱいいけないんだよね、うんうん、どうしたら座ってくれるかなっていう、うんね、ちょっとね視点というか考え方に変えてみてもいいのかなって思う場面ううやっちゃいいけないことです、うん。 だか,からんかやりたくなっちゃったりとか <laughs>、ね、走るな飛ぶな <laughs> 騒ぐな大声出すなん物投げるなっていうとそれやりたくなる、はい、あそういう引き出しがあったかみたいな。<笑><笑>いんん こともあるのかな、なんて思いますね。例えば、その、お母ちゃんの前でこれすると怒られるから。お母ちゃんがいないときに思い切りやっちゃえとか。お、いね。留守の時にやってしまえみたいな。とか。そう、子供もそうなのかな、例えば、ね、家で発散できない分、保育園ですごい暴れる。そうね、そういう子もね。多分ね。褒める。は。そういう誤解が。 なんていうのかな、えっ、ー、と、少なくて、叱るは、誤解が多いんだよね、そういうね。うえっと、お母ちゃんがいるから、怒られてるんじゃなくて、それやってるから、怒られてるっていうのは、なかなか伝わらないっていうことだよね。結局、お母ちゃんがいなかったら、怒られないんだから。ね、お母ちゃんいないときやればいいじゃんっていうふに、誤解をしてしまう。そういう、副作用がいっぱい。そう、ねうん、怒ってしまうから、叱るっていうのは。 なかなかか難しい,で難しいですよねコントラストはつけなきゃいけないでも「叱る」って言葉がだからおかしいんだっていう話で、ねうん、<laughs> 褒めるっていうのも緩くて、えー、となんかピンとこないなと思うけどもっとうなんか嫌だなと思うのは「叱る」ってことね。叱るる愛情だっていいう人いるけれど まあそういう時が必要なのかなでも犬に対してはどうなんだろうな叱られて尊敬するのかな <laughs> うんどうでしょうね,ねなんか人間の場合だとどうでしょうね、うん、命の危険性がある時ってやっぱりね叱る道路に急に飛び出しちゃうとかうでもそれは叱るんじゃなくて警告じゃない。うんうんだからそれ例えば クラクションで叱られたと思う人はじゃないだからクラクション鳴らせば出てこないわけじゃないだからそういう警告音警報音そういうなんでも別に良くていちいちそこで感情が入っちゃうからですよねそこだよね別にクラクションに感情はいらないんだよねタイミングなんだよねタイミングがパーッと鳴れば出れないってなっちゃうそういうタイミングでえっと叱るじゃなくて ええー、報われない行動を知らしてあげるっていうことだよね。確かにクラクションに感情入ってる人たまにいますから <laughs> <laughs>。煽り運転。<laughs> 私よくやられる。この間、なんか私が普通に、すみません、脱線ちゃうけど。ま普通に、私は、うん、あの、ふんふんってこう、<laughs> 普通に運転してたつもりなんですけど。うん、なんか、その、私が、うん、<laughs> 走ってるのを。うん 通勤の時だったかな、うん、職場の人にあの言われたんですけどすごい後ろから煽られてたけど気にしないで走ってたねみたいなこと言われて煽られてたんだみたいな時があって <laughs> いい、ね、<laughs> すごい煽られてたよみたいな <laughs> そうなんだそ何の話いい、ね、って感じですけど。<laughs> その要はっったって例えば 通じてななかったら意味ないんだよね <laughs> そこで犬にさ例えばおしっこ間違えたから叱った、うん、怒ってんのわ分かるけど何怒ってんのっていうのはね、うんうん、そこだよねうそう。だから叱るっていうのもなんか、うん、言葉変えないと褒めるのコントラストがつかないし間違えた叱り方間違えた叱り方っていうか正しい叱り方は知らないけれど。 要は、えー、とそれ違うよっていう、えー、ことを伝えるっていうのは別にそこに感情はいらないと思うのねただルールを伝えてるわけだから、はい、そこでいちいち怒んなきゃいけないのは、ね、だってルールーのに怒らられたら腹立つよ <laughs> <laughs> 外国に行ってさ理不尽なこと言われるとさすがに外国でもなんか、えー、そんなの知らないし、ね、そんなルールがあるのをちゃんと教えてよって思うもんね、うん、まして。 一緒に暮らしてる人から、急にそんなルール言われたら、うん。何もできなくなっちゃいますよね。ねうん、で、それも、それをやったら、絶対怒られるんだったらいいけど。10回に1回怒られるとかだったら、絶対通じないよね。<laughs> あ、こいつがいる時は怒られるんだぐらい。ええ、本当ですね。ねうん、うん、よくそのワンちゃんでありがちなのが、多分お留守場の時のおしっことか、うん。<laughs> ゴミ箱漁ってたりとか <laughs>、ね、漁っている時だって誰も。 ね何も言わないしで帰ってきたら怒られるっていうので、うん、そうするとやっぱり飼い主さんが帰ってくると怒るなあっていうことしか多分、うん、怒ってんのは分かるからねうん,なんか怒ってんなあって、うん、帰ってきたらいつも怒るんだよなあっていうことぐらいしかもうそうそなそう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 そなそう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 そ 叱るっていうかその罰っていうか危険がいいっぱいですよね、うん、信頼関係にも絶対つながらないですしうんそうだからあのそれでなんかねたまに「ノー」っていう人がいるのね「はい、ノー」って、えーとね、言い方が変えても「ノー」って <laughs> 怒りながら言うのね。ははい、はい ダメでもノーでもアホでも同じだよね感情があってたのでね <laughs> <laughs> そういうことじゃなくてそれ違うよっていうさうん、うん、残念とかそうそうでその、えっと、残念とダメの違いをはっきりさせてあげないといけないよね残念っていうのは頑張ったけど間違えちゃった教わ、はい、お座りって言って座ろうとしたけど伏せちゃったそれは残念もう一回考えてごらんそこで怒られたらたまんないよね頑張ったら損すると思うよね、はい でももう、えー、と人に飛びついちゃいけないっていうルールが分かってるのに飛びついちゃったうん、うん、それはダメだよねうん、うん、そういうなんかえっ、ー、とやっちゃいけないこともその二通りちゃんと分けとかないと犬たちは、うん、たまんないよねってことですね。うんうん、ということです。次、はい、次回そう次回のお話でですすね、えー、とうん、まくいくいと<お>東北から<っ>ゲストがなんと お楽しみに。<laughs> 犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室、そろそろお別れの時間です。次回もワンちゃんへのコミュニケーションのお話をします。犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室は毎週土曜日夕方5時30分から放送しています。ラジオは FM 那覇78.0メガヘルツ、インターネットはリスラジでリアルタイム配信。FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます。番組へのご要望ご相談は。 犬道楽のホームページゼロ一 i n u d o u r a k u 数字のゼロ一から始まる犬道楽で検索していただければ見つかると思います。それではまた来週お会いしましょう。ナビゲーターはリンゴマスターインストラクタートレーナーのスエカート。インストラクターの名古でした。さようなら。